茅ヶ崎市民文化会館は市民の皆様をはじめ多くの方々に音楽、演劇などの催しに広く活用していただける文化施設として1980年に開館しました。2018年10月には耐震補強改修工事を行い、より安全で安心してご利用いただける施設としてリニューアルオープンしました。市民文化会館はミニホールを含めた3つのホール、展示室、会議室、練習室を備え、コンサートや発表会などイベントの開催からその練習まで様々な場面でご利用いただくことができます。それらの施設を順番にご紹介していきます。客席数が1381席の一番大きなホールです。オペラ、バレエ、オーケストラの公演をはじめジャンルを問わず利用されています。前方客席をオーケストラピットとして使用することで、オペラやバレエ公演でのオーケストラによる本格的な生演奏も可能です。音響性能に優れた壁の作りにより空席時残響時間は 1.7 秒、音響反射板使用時は 1.9 秒となっており、音響反射板による音響効果はとても良く、国内外の演奏者からも高い評価を受けています。可動式の音響反射板を使わずに舞台を広く利用し、映画上映や講演会、演劇、ダンスなどにも幅広くお使いいただけます。全席数のうち可動席22席を使って車椅子席を最大12席にすることができます。また6席分の座席がある親子室もあります。ホワイエには多目的室もあり、キッズルームや授乳室としてもご利用いただけます。搬入口はホール舞台下手袖に直結しており、大型の舞台道具などをトラックの荷台から直接搬入できる大変便利な作りになっています。またホール、舞台と同じフロアに5つの楽屋、リハーサル室が配置されています。リハーサル室には大型鏡、アップライトピアノがあります。楽屋ロビーから舞台袖にスムーズに移動でき、とても便利です。さらに奥には練習室2、3、4、練習室1間、ミニホールが配置され、大ホールの楽屋として一体的に活用することも可能です。もちろん練習室は個別での貸し出しをしていますので、音楽や演劇、ダンス等の練習にご利用いただけます。練習室2には大型鏡、レッスンバー、アップライトピアノを完備し、ダンスの練習にも適しています。練習室3にはアップライトピアノがあります。練習室4は防音性の高い二重扉となっており、さまざまな用途にご利用いただけます。他の練習室から少し離れ、和室の練習室5、6は4階にあります。襖を開けると2部屋をつなぐこともできます。水屋もあり、茶道、華道のほか、着付けやヨガ、ミーティングなどにもご利用いただけます。練習室も兼ねているミニホールはピアノの発表会、映画上映会などにも利用可能な多目的ホールです。音響効果に優れ、小規模なコンサートのほか練習にもご利用いただけます。椅子をセットせず、広いフラットなスペースとしてのご利用が可能です。天井照明の色も雰囲気に合わせて変えることができます。またコンパクトな前室と控室があります。グランドピアノ、プロジェクター、ポータブルスクリーンなどの貸し出しも可能です。大ホールに比べ客席数384席のコンパクトな小ホール、コンサートのほかさまざまな発表会、講演会等に幅広くご利用いただける空間です。全席数のうち可動席25席を使い、車椅子席を最大11席にすることができます。客席と舞台の距離はぐっと近く、
独特の一体感があり、出演者の細やかな動きも感じられるホールです。2018年のリニューアルオープン後、音響性能が大幅に向上し、豊かな響きを体感することができます。楽屋は舞台の真裏に配置されており、出演者の利便性を高めています。楽屋は1、2、3、4とあり、楽屋2、3は可動式の間仕切りを開けることで一部屋としての利用も可能です。小ホール舞台は2階にありますが、搬入口は1階、トラックの荷台からすぐ搬入用エレベーターを利用し、2階の舞台裏へ直接舞台道具などを搬入でき、非常に利便性の高い作りとなっています。小ホールのホワイエからブリッジを渡り、その先にある会議室を楽屋として利用することも可能です。会議室は大小全部で5つの部屋があります。ミーティング、面接、研修をはじめ、趣味を楽しむ場やサークル活動にもご利用いただけます。大会議室は収容定員が82名、スクリーンや講師応援台、マイクセットもあります。第1から5会議室はそれぞれ定員14人から36人のお部屋です。第3、第4会議室はパーテーションを開けて定員54名の部屋として利用可能です。第5会議室は他の会議室とは異なり、重厚感のあるお部屋です。少人数の改まった会議などにもお使いいただける仕様となっています。1階入り口正面には展示室 ABC があります。サークルの展示会やセミナー、個展など一室からご利用いただけます。ピクチャーレール用ワイヤーを使用し、壁に展示ができるほか、自立式パネルやスポットライトもご用意しています。展示室 ABC をすべてご使用の場合はマイクセットもお使いいただけます。天井のレールに沿ってパネルを動かすことで、簡単に各部屋を分けたり、展示のための壁を作ることができます。各展示室には控え室があり、隣接した控え室は可動壁を開け、つなげて使うことも可能です。また控え室の奥にある倉庫にはテーブルや椅子、スポットライトや自立式パネルなどの備品を格納しています。開催のイベントに合わせて必要なものをご利用いただけます。また会館敷地内の茅ヶ崎第4駐車場から直結する搬入口があり、展示品や備品などの搬入も楽に行っていただけます。湘南エリアでは最大規模のホールを有する茅ヶ崎市民文化会館。イベントの規模にかかわらず様々な利用が可能です。ご利用に際しては空き状況をホームページまたはお電話にてご確認いただき、窓口でお申し込みください。ご不明な点がございましたら、お気軽に会館スタッフにお問い合わせください。皆様のご利用をお待ちしております。